皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。久保建英選手、アスレティックビルバオとのバスクダービーで大活躍でしたね。そうなんだよね、1ゴールや、PK ダッシュに退場誘発など、この試合では主役と言って良い活躍だったね。スペインメディアは軒並み、同選手に単独最高点を与えているね。久保はこのアスレティックとのバスクダービーで、1ゴールと PK ダッシュの活躍を披露。ゴールを決めたのは37分、ミッドフィルダーダビドシルバのスルーパスから最終ラインを抜け出すと、ディフェンダーダニ・ビビアンを股抜きでかわしてスペイン代表ゴールキーパーウナイ・シモンと1対1になり、ニアサイドにシュートを決め切った。いやー、一連の流れが、綺麗で圧巻でしたね。さすがのプレイでした。久保はさらに60分、ペナルティエリア内でディフェンダージェライ・アルバレスに倒されて、PK 及びジェライの一発退場を誘発し、チーム3点目のきっかけに、75分に交代でピッチから下がるまで大きな存在感を発揮し、ソシエダの 3-1 勝利に大きく貢献した日本代表ミッドフィルダーは、ラリーガから MOM マンオブザマッチに選出されているね。間違いなく主役でしたね。また、久保はラリーガだけでなく、スペインメディアでも一人抜きんでた評価を与えられているね。バスク地元メディアのノティシアスでギプスコアの採点、10点満点中、単独最高の9点をつけられ、次のように評されている。また再び、日本人による並外れた試合だった。じっとすることなく、あらゆるところに顔を出し、股抜き含めたゴラッソを決め、PK と退場も誘発した。拍手喝采を浴びている。また一般紙含めたスペインの最大紙マルカの採点3点満点でも、久保は単独最高の3点の評価。ジュリ・ウルディン・ソシエダの愛称はスターの久保と共にアスレティックを破った。久保はゴールを決め、PK を誘発している。と記している。また明日の採点3点満点も、久保は単独最高の3点となっているね。軒並み高評価ですね。久保本人もこの試合の意気込みは相当だったみたいで。試合後、スペインモビスタールプルスとのインタビューに応じた久保は、このダービーに並々ならぬ意欲を燃やしていたことを明かしているね。今日、自分の日にしなきゃいけないと思いながら起きました。チームは6連勝していましたが、個人的に必要としていたゴールを決められていなかったので。だから、今日は自分の日にならなきゃいけないと考えながら起き上がったんです。これは気合十分ですね。またゴールシーンを振り返り、ダビドがボールを奪って僕はサイドに開きました。彼は深いパスを通すのが好きなので。それから相手ディフェンダーに立ち向かい、股抜きを試みたらうまくいって、相手ゴールキーパーに対してはファーにボールを折り返すと思わせつつ、ニアを打ち抜きました。ああいう場面で、僕たちはファーにボールを送ることを常としているので、うまく騙すことができましたね。と、思惑通りに展開できたことを振り返っているね。ラリーガの、それもバスクダービーで、そんな冷静に判断できるなんて、頼もしい21歳ですね。また、アスレティック側はジェライの PK 献上及び一発退場に納得がいってないようで、久保は自分がダイブをしたという指摘を一蹴している。彼らは僕がダイブしたと思っているのかもしれませんが、僕は個人的に2点目を決めたかったですし、いきなり地面に倒れてしまったという感じでした。倒れる意図なんて全くなかったです。僕を含めて、ストライカーは全員点を決めることを求めていますから。と、本人としては PK を得るつもりは全くなく、ゴールを狙っていたと明かしているね。ジェライが退場に値したか、ベンチに下がった時に話していたのですが、彼らにとっては厳しすぎる罰だった気がします。PK 判定になった時、すでに30の罪、20の罪なんていうかわかりませんが、でもイエローカードで1枚で十分だった気がします。と、退場自体は厳しすぎたんじゃないかと率直な感想も述べているね。ダービーを勝利し、公式戦7連勝を飾ったソシエダはリーグ3位をキープ。チームとしても好調ですね。そうだね、海外の掲示板の反応も見てみよう。レアルソシエダの久保のシーズンは本物だね。いい感じだ。久保のゴールは俺がバスクダービーで見た中でベストのゴールの一つ。しかもゴールパフォはそれ以上だ。久保をレアルマドリーに戻してくれ。なんて選手になったんだ。久保建英がブレイクしてる。ソシエダで成長するための完璧な環境を手にして、それを実行してみせてる。シルバと久保のコンビは、このチームの本質に火をつけたね。常にダブル、トリプルで脅威を活性化させる。竹久保はラリーガ全体で一番好きな選手だ。そう言わざるを得ない。バスクダービーで超域1としてる久保。機動力、サポート、そして常にフリーになってくことで相手を悩ませてるね。誰か教えてくれ、この久保がマドリーで居場所がないって？レアルソシエダで手にした自由と自信はものすごいものがある。ダービーでゴールと PK 獲得。素晴らしい選手だ。いやー大絶賛ですね。
日本だけでなく海外でもこんなに褒められて、嬉しいです。ただ、こういった意見もあったね。久保のやつはイエロー2枚でレッドカードでしょ。1枚はユニフォームを脱いだこと、もう1枚は観客と一緒になって祝ったこと。レギュレーションにはそう書いてあるぞ。どういうことですか？実はゴール後のパフォーマンスで、退場になる可能性があったんだね。マルカの電子版では、久保、ゴールの狂乱でほぼ台無しに、セレブレーションで退場になる可能性があった。との記事も掲載。ゴール後、久保がユニフォームを脱いだこと、さらにスタンドの観客とゴールを祝い合ったことで、合計2枚のイエローカードで退場となる可能性があったと指摘されている。なお競技規定においては、周囲の柵を乗り越える、または警備に問題を生じさせる形で観客に近づく。ユニフォームを脱ぐ、または頭をそれで覆う。ことで警告を受けなくてはならない。久保はこの場面で1枚のみイエローカードを受けているね。確かにそう言われて振り返ると、ここで退場になっててもおかしくなかったんですね。まあこれは審判のその場の解釈次第だと思うけど、条文を読む限り、一連の遅延行為に対して1枚のイエローと解するのが妥当と判断されたのかもしれないね。久保選手のゴールパフォーマンスは、気合の裏返しなのかもしれないですが、退場にならなくて本当に良かったですね。だね。その後の PK ダッシュに繋がらなかったかもしれないからね。それにしても、日本人の目覚ましい活躍がたくさんで、追い切れないくらいですわら。そうなんだよね。他にも、前田大然の決勝弾でセルティックがリーグ杯決勝進出も決めてる。おお、そうなんですね。現地時間14日、スコティッシュリーグカップは準決勝が行われ、古橋亨梧、前田大然、旗手怜央の3人が先発、小林勇気がベンチスタート。岩田智樹と井出口洋介のメンバー外も変わらなかった。井出口選手の去就も気になりますし、小林選手、岩田選手のデビューも早く見たいですね。そうだね。試合は18分、セルティックはペナルティエリア右手前でフリーキックを得ると、アーロン・ムーイがゴール前へアウトスイングのクロスを入れる。しかし、このクロスはセルティックの選手に合わず相手フォワードがコーナーキックに逃げようとクリアしたが、至近距離にいた前田に当たってそのままゴールに吸い込まれた。ボールが当たった際に前田はびっくりした様子を見せており、ラッキーな形で先制点をゲットしてるね。ラッキーかもしれないですが、そこにいることが大事ですもんね。さすがです。それにしても、久保選手の MOM もすごいですが、三笘選手のリバプール戦もすごかったですね。3対0で解消するなんて。そうなんだよね、三笘選手のリバプール戦での活躍は、別の動画でまとめてるので。ぜひ、そちらの動画もチェックしてみてください。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。